覚悟はいいか。抵抗はさせない。一気に蹴りをつけてやる。貴様らは犬死にするためにここへ来たのだ。お前らの肉を切り裂いて臓器を地面に出して順番に並べてやる。ディオ、君をこの世にいさせちゃいけない。肩をつける。一斉に襲ってくるぞ。オンだけ自分の肉体を穴の中に巻き込む。穴の攻撃をする。バッケ。バカな、このディオが人間ごときに、このディオが
よくもこんなことをしてくれたな。この俺に向かってこんなことを。許さない。借りは必ず返すぞ。人間ども、この次こそはお前らの血を一滴残らず吸い取ってやる。またか。アブデル、イギー、なんじゃと、ジョータロお前たち、ようやく見つけたぞ。アブデルさん、イギ、おめえらすぐに戻してやるぜ。ふん、何人いようと同じことよ。全員まとめて焼き尽くしてやる。我が豪華に焼かれて死ね。トルナルフ、わしに続け。油断はするなよ。あんたがいると心強いぜ、ジョースターさん。オープンだけ。炎に焼かれて死ぬのは苦しかろう。援護しよう。Yeah!
甘いぜ。この戦いぶり、さすがジョースターさんだぜ。さすがに、ちょっと疲れたわい。私はディオの館に突入したはずなのに。ジョースターさん、これはどうなっているんです？アブデル、わしらがわかるんじゃな。アブデルさん、アブデル。状況は後で説明しよう。今はひとまず。よくぞ帰ってきた。うん、イギー、おめえもようやく戻ってきたな、このカッコつけ野郎。おはギニャー。やれやれ。探したぜ、エンリコ・プッチ。てめえに聞きたいことがあってな。ディオの能力か。我が友の力を知ったところで、お前たちには何もできない。ディオに逆らう愚か者どもよ、今ここで天国の裁きを受けるがいい。Thank you.
俺はやると言ったらやる男だぜ。ここで決着をつける。オープンだけ。彼の力はゾンビにも及ぶ。天国へ行くことができる。たとえそれがゾンビであっても。くそ。やれ、本当にやれやれって感じだわ。やれやれ、奴らは信仰心ってやつがちと足りねえようだぜ。さて、次はおめえが来るか。奇妙な因縁を感じないか。私たちは今宿命の場所にいる。このジョースター邸こそは全ての始まりだった。我が友はここで己の宿命と出会い、大いなる高みを求める道を歩み出したのだ。それは人々を救うしるべとなる道。かつて星明かりを頼りに船が航海したように、
彼と出会った者は彼に導かれ、彼の示す天国を目指すこととなる。人の出会いとは重力であり、出会うべくして出会うものだからだ。そしてそれこそが真実を得た者は幸福である。人類は彼によって救済される。これが私の求めたもの。アイズオブヘブンだ。これもまた奇妙な因縁。この宿命の場所でお前たちを始末するのはな。ディオの能力を話す気はねえってことだな。それじゃあせかすようで悪いか。力ずくで聞かせてもらうぜ。一切をディオに委ね、重荷を下ろすのだ。やれやれ、勝手に決めてんじゃねえぞ。ここで決着をつける。オープンだけ逃がせ。この実現のためにお前たちを始末する。何言うの。何生存してやがるのか。いや、くそ、美しいぞ。何全力で見極めてやられた。てめえ、してやられたと言われたか。してやられたと言われたか。てめえ、全力で見極めてやられたか。全身全霊を込めて倒す。決着は今ここで必ずつける。全力で。その程度か。さあ、あと一回補給するうちに。やりやがったな。チーム。やれやれ
だぜ。くたばりやがれ。さあ、いいな。ディオの能力を。愚かな。お前だごとき、薄っぺらな藁の家が、深淵なる目的の私とディオの砦に踏み込んでくるとは。だが、同時に奇妙な安心をも感じるよ。今、我が友の成功を確信したのだから。全ては我が友の言った通りなのだから。お前たち36の魂はディオに捧げられるための生贄。何？フフフフ。捕まるわけにはいかない。ジョセフのスタンド、アーミット・パープルは頭の中で考えていることも読み取れるからな。この地球では海と陸地の割合が7対3で決まっているように、生物の魂の数も決まっている。魂の全体の数は常に一定ということだ。だが、複数の魂をたった一人の人間が所有できるとしたなら、彼は何を見ると思う？彼の先にはどんなことが起こる？私は彼についていきたかった。彼が世界でなすことを見たかった。ディオ、神を愛するように君のことを愛している。36の魂、生贄だと。